ハリー・エイ・ポラードは、アメリカ合衆国の映画監督、俳優、映画プロデューサー、脚本家である。ハリー・ポラードともクレジットされ、日本でも当初そのように紹介されもした。ニックネームは、ボシトロン。1879年1月23日、カンザス州リパブリック軍リパブリックに生まれる。セリグポリスコープカンパニーに入社、1910年には、 アメリカンフィルムマニファクチャリングカンパニー制作、フランク・ビール監督の短編コメディアがツー・ラッキー、ジムズでマーガリータ・フィッシャーと共演したのが現在残る最初の出演記録である。1911年7月9日、7歳年少のフィッシャーと結婚する。インディペンデント・ムービング・ピクチャーズ制作、1912年6月10日に、 公開されたフィッシャーとの共演作なシングシャル BE、ヒドンで監督業に進出する。1916年、自らのハリー・ポラード・プロダクションズで制作した監督作、楽園の名家に出演したのを最後に、俳優業を廃業、監督業に専念する。同プロダクションでは、同作をはじめ、フィッシャーを主役に、島のかがり火、ザ・バタフライがある。 処女の誇りを制作する。1918年、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーの子会社、ブルーバード映画で、エラ・ホール主演のサイレント映画、破壊の背」を、トット・ブラウニングと共同監督、同作は日本でも公開されている。1922年に同社が制作した、レジナルド・デニー主演の、検討王とそのシリーズを6作まで監督する。 1929年に監督したマジベラミー主演作今夜12時を最後にユニバーサルを去る。1930年メトロゴールドウィンメイヤーに移籍第1作はハリー・ボーモンと共同で監督したジョーン・クルフォード主演作グレート・デーである。トーキー以降も監督業を続け、1932年に監督したウィリアム・ヘインズ主演の 改装邸を最後に監督業から退いた。1934年7月6日、カリフォルニア州ロサンゼルス軍パサデナで死去した。万55歳ボーツ。同州のグレンデールのフォレストローンメモリアルパークに眠る。1975年の妻、フィッシャーの没後の1981年。 かつてサイレント時代に子役であった名のキャシー・フィッシャーが、ポラード・フィッシャー夫妻のサイレント映画に関する遺品を、カンザス州のウィチタ州立大学に寄贈、同大学図書館の特別コレクションとして収蔵された。ありがとうございます。